こんにちは。シーケンサーやともです。ところで皆さん、恋愛してますかまあ、素敵なパートナーが欲しいって思ったりとか、今こんな人が好きなんだよね、とか、今こんな人と付き合ってます、とか、えー、いろんな方いると思います。で、僕のところにも実際ですね、DM とかで、恋愛に関するご相談のメッセージがかなり来ます。えー、インスタもそうだし、まあ、X はね、来るのと来ないのと届く届かないがあるんですけれども、まあ、ほとんどが恋愛の悩みなんですけれども、ごめんなさい、僕ね、ぶっちゃけ、 恋愛のお悩みに関してはほぼ答えません、えー、お返事することもほとんどないし帰ってきてないぞって人がほとんどだと思いますそれが何でなのかということと、えー、今日はですね絶対 に付き合わなないいいいいい方がいい失敗する恋愛の特徴というふうなこととううこについてお話ししようと思いま,すまあ僕がその力量的な目線で見てきた別に恋愛博士とかではないんですけれどもそういう目線で見てきたあこういう時人間というのは失敗してしまうんだなっていうことの特徴をいくつかお話ししようと思うのでまあ僕もまだまだ勉強中修行中のみたいだったりとかするんですけれども是非最後まで視聴していってくださいそれではいってみましょう。レッツゴー <music> まず最初に言っておくと、えー、人は恋愛に関しては最も正常な判断ができません、えー、ダイエットとかね過食も食べ過ぎちゃうんだとかタバコとかお酒とか、えー、この辺の制御不可能っぽいことよりもさらに制御できないのが恋愛なんですよなので、えー、人の恋愛沙汰に関してはましょう、えー、まず自分も制御が効かないんだから人も制御が効かないのが当たり前なんだと思っといて人の失敗談を笑って ととかすするっていいいいうのはやめた方がいいと思いますこれ全員が制御効かないものですからそういう時っていうのは人生で1回ぐらいそういう時ありますよそれを踏まえた上でなぜ人間は失敗してしまうのかっていうことをバーっと言った後に最後に注意すべきことをまあゴールとして喋りたいと思いますそもそもですね人間っていうのはドーパミンンがが生成されるとその場ででで幸福ホルモンを感じてて脳が制御できなくなっていくくっいんですよこれは顕著に出るのがポルノとかですねエロ要素みたいなものこういう時にドーパミンがドバーッと出てしまうので脳の 構造そのものがぐちゃっと変化してしまったりしますなので1ヶ月間ポルノ立ちとかをしないと元に戻んなかったりするらしいですこれこの友人から聞いた話なんですけれどもね脳科学者の、えー、なのでそれぐらい人間の脳っていうのはドーパミンに作用されてしまうものでこれがドバーッと生成されるのは何かっていうと恋愛これも大きな要因の一つです若者の恋愛離れっていうのが何で起こってるかっていうと疑似恋愛がコンピューター上とかゲーム上でできるようになったりとか疑似ポルノっていうのがネット上でできるようになったんで 恋愛を求めないでもいいっていう風になってきてるんですけれども実際ですね人と人との肌の触れ合いとか直接的な、えー、まあ触れ合いとかまあ、心の通じ合いだったりとか性交渉だったりとかっていうものを経験するとそこにすごくどっぷりハマってしまうっていう人は非常に多いですしまあ特に男性っていうのは肉体的なところで依存女性っていうのは精神的なところで依存もちろん逆のこともあるんですけれども、えー、こういった意味で相手と依存関係になるっていうのが恋愛の大きな特徴ですで この状況っていうのを作り出されると人間っていうのはなかなか抜け出すすことっっっててていいううのがでできなくなくしまうんですね。じゃあ一体どういう時にそれがドバーッと生成されたりとか相手に依存してしまうのかっていうとこれはギャップです。 ギャップって何ってその最初ギャップがあって、例えばだけどヤンキーだけどピアノ弾ける、キャースティキーみたいなギャップのことって言うと思うんだけど、そういうことではないんですよ。要はですね、ギャップっていうのは世の中でいうところのメンヘラ的な要素っていうのが大きく関わってきます。おそらく僕のこの動画の視聴者、女性の方が多いと思うんですけれども、いわゆる昔の田中みなみさんだったり森かすみさんみたいな、ちょっとぶりっ子みたいなキャラクターっていうのって、女子からするとなんて男ってあんな女が好きなのってなると思うんですけれども、あの、 状態と普通の状態っていうのの落差みたいなものっていうので持ってかれちゃうっていう精神構造があるんですよ。男性からしてもね。要は、ずーっとああいう感じなわけじゃないわけじゃないですか。ずーっとぶりっこってわけじゃない。普通の状態もある。だけれども、この高低差っていうのがあることによって依存してしまうっていうこと。これ、逆のパターンだとすごいわかりやすくないですか例えばなんですけれども、優しいだけずーっと単調な男の人と、お前ふざけんじゃねえよみたいなちょっと DVP 言言葉ををっててくくくるるんだけれれども時折すごく優しさを見せてくれるなんかふ,ふわっとプレゼントとかサプライズとかしてくれるっていう基本的にはすごい命令口調だったりちょっと支配的な感じで来るんだけれどもたまに優しさを見せたりとか愛情深いところを見せたりとかっていうこの肯定さがあると相手に依存してしまってたまにあんなやつ知らないってなったりするけれどもやっぱり私はあの人じゃないとダメなんだってふになったりとかするこの肯定さっていうギャップの繰り返しっていうのが依存につながってい 行ったりするんですよねでこういうものっていうのは抜け出しづらいです例えばなんですけれども過剰に出してしててまうと切りっていうとっいのが早いんですよえあまりにも拒絶したりあまりにも受け入れたりっていうこの高低差が激しすぎてしまったりどちらかのバランスっていうのが過剰になっていってしまうとちょっと嫌だなって思わせたりしちゃうんですけれどもものすごいいいバランスでこの高低差っていうのを作り続けていくってなると飽きさせないで相手にドーパミンを出す。 させ続けて依存させるっていう状態になるからぐーっと長く一緒にいることになるんですよでこの長くいるっていう状態が続くと今度何が生まれるかっていうと情です 人間っていうのは優しいので情が生まれたりとかするもんなんですよ同情とか友情とかまあ何でもいいですけれども同志的な感覚ですねもうこんだけ長くいるしみたいななんかもう一緒にいるのが当たり前みたいになってきてるから今更別れるのもなとか別の選択肢行くのもなみたいなまあいわゆるこの情が湧いてくることによって別れづらくなっていったりするんですよ。でこの高低差みたいなものの魅力からの延長線上で平坦になって最初の刺激みたいのはないけど情が生まれてるし一緒にいることに違和感がないか だらーっと一緒に続けるこれによってまあ、最終的に結婚ってなるのかっていうとあんまなんないいことが多いですね実はここって結婚しそうな雰囲気なんだけどあんまりならないことが多くって実は他の平坦でだ当たり前だけどこれが素晴らしいっていう良い状態の人を見つけてそっちに行くっていうのが割と多かったりするんですけれどもここで一緒に居続けてしまうと後でで何でこうしちゃったんだろうっていう風な過ちに気づくんですよ。これが何 なんでなのかっていうと、実はですね、恋愛っていうのは同意性と相違性っていうのがあるんですよ。同意性っていうのは自分と似てるっていうところで好きになる。相違性っていうのは自分と逆だから好きになるってことなんです。例えばだけど、バカだから頭いい人が好きとか、えー、自分は料理できないから料理できる人が好きとか、そういうのが相違性みたいなものですね。で、同意性っていうのはどういうことかっていうと、自分はインドア派、相手もインドア派、一緒にまったりできるねとか、まあそんなような感じだと思ってもらえればいいです。要は家族みたいな一緒にいて安心する 状態なのかいつも一緒にいて刺激をもらえる状態なのかっていうこの2つのパターンっていうので人間っていうのは大体、えー、付き合う人っていうのが分かれるんですけれども同意性を恋愛的にに好きななる人ってあんまりいないんですよなんでかっていうと家族といてドーパミンが高刺激で出ることってないでしょ。 落ち着いいててるるリラックスしてる状態じゃないですかだから高刺激なもの例えばテレビゲームしたりとか大好きな映画を映画館で見てるみたいなドーパミンは出ないでしょ。だとすると相違性の自分に存在しない刺激っていうのが来た時にドガーンと高刺激なものっていうのが出てくるから大体人間は恋愛において自分にないものを持ってる人っていうのを好きになるんですけれどもここが延長線上で続いていって、えー、くっついてしまうと大体良くないことになってしまうっていうことになる んですよで、えー、これに人間っていうのは最初に戻るんですけれども気がつけないんです何でかっていうと人間は恋愛において最も客観性を失っているから自分は自分のことを分かっている気になっていて相手のことを分かっている気になっているけれども実はこの関係性みたいなものっていうのを最も見えていないっていうのは恋愛においては自分なんですよ。だかから何もんんないんですということで結論行きたいと思うんですけれども周りに違うんじゃないって言われたら別れた方がいいです。 はい。これは別に結婚だったとしても恋愛だったとしても、もうどっちでもいいです。あの、 今の時代、例えばですけれども、結婚しましたと言って、添い遂げなきゃいけないっていうふうなことでもない時代になってきたんじゃないかなっていうふうに思います。お互いが同意の上でもしかしたら私たちちょっと違ったかもねって言ったらお別れして、その後お互いの関係性っていうのをちゃんと築き上げていくっていうのも選択肢の一つに入ってきた時代だと思うので、江戸時代とか、それより昔の話みたいな、もう絶対一緒にやいなきゃいけないみたいな時代ではちょっとなくなってきたかなと思うので、えー、自分の首を締め続けて一生くれ っていうよりは、えー、ある程度周りの意見を聞いた方がいいですで、これは何でかっていうと周りの人の意見っていうのは同意性が出てるかどうかっていうところで判断するんですよ自分っていうのは相違性で判断するんですけど周りの人は同意性で判断するんですねなのでおしどり夫婦だよねとかあのあの二人は素晴らしいカップルだよねって言われている二人組っていうのは他人から見た時に似てるんですよ同意性なんです 同じような状態の人たちだから、ああ、なんか素敵だねっていう風に見える。ほからかな空間に見えるんだけれども、なんか公式機ギクシャクした感じだけれども、なんかくんずほぐれず離れることができない。えー、お互いの話を聞くと、どちらかというと相手の文句ばかりを聞く。こういう相違性の状態。正直言うと客観視して、なんであの二人って一緒にいるのかよくわかんないんだよなーっていう風な人たちっていうのは、周りは言うじゃないですか。なんであの人なのって。でもなんか言うんですよ。私あの人じゃないとダメなんで、俺はあいつじゃないとダメなんで。 だよみたいな感じでなってしまうんですよねこれは面白いですよねこういうことが起こるのってこと恋愛においてだけなんじゃないかなってまあ仕事とかでも起こりやすいけれども仕事よりやっぱり恋愛なのが起こりやすいと思いますねだって金銭が発生してるわけでもないわけじゃないですか仕事はお給料もらえてるからここ離れたらお給料なしかとか思うかもしれないけど恋愛は別に離れたところでお給料なくなるわけでもないのになぜか依存してしまうんですよこれ面白いですよね人間のその心理的なものと脳構造 的なものっていうのがどれだけ単純かっていうことがよくわかるなっていうことだと思うんですけれどもまあとにもかくにも恋愛といいいううもものののはは自分の意思っていうものはそんななに正しくないですえ実のところ延長線上にある幸せっていうのは周りからどう見えてるかっていうところの方が非常に重要だったりすると思うので、えー、例えばあの人と付き合いたいんだっていう時でも今付き合ってる人がいるんだっていう時でも今、えー、結婚したパートナーがいるんだっていう時でも何か思うところがある時っていうのは周りの 意見を尊重ししてみましょうこれは僕の実体験ベースで遡って考えても、えー、そうだったなと思うところがあります。なので、えー、多分これを見てる方、特にえ40、50代ぐらいの方っていうのは、思い返して恋愛見てみると、あ、そんなことあったなっていうのはあると思うんですよ。えー、なので、えー、もし間違ってたらね、はやともそんなことないぞって言っていいと思うんですけれども、あ、合ってるかもなと思ったらぜひコメント欄に書いてみてください。えー、最後になんですけれども、特にですねあの、先ほど言った情っていう話あるじゃないですか。えー情 開いてくるっていう風になった時に大外の場合っていうのはもう同情からくる相手への思いやりで別れなく別れられなくなっているパターンっていうのが非常に多いんですねこれは例えばですけれども家事育児的なことだったりとか金銭面的なことだったりとかっていろいろな側面で別れられなくなってくるっていうところがあるんですけれども、えー、それも非常に大事なんですけれども自分のことも必ず大事にはしてあげてください、えー、その同情っていうのはう裏を返すと相手のことを下に見 てるってことになっちゃうので相手は自分より劣ってるから私が離れたらダメだよねとか俺が離れたらお前やっていけないだろって相手をバカにしているような感じになってしまうわけじゃないですか人間ってそんなにうーん弱い生き物じゃないんですよみんなちゃんとしっかり自分なしで生きてるんで特に女性っていうのはこれ統計の考え方なんで 合ってるかどうかはちょっと正直には言えないデータなんですけれども、えー、女性はなんとシングルの方が長生きするんですよ。これすごいですよね。例えばなんですけど、男性は独身だとすぐ死ぬんですよ。なんだけど、えー、女性はシングルの方が長生きするんですね。これなんでなのかっていうと、男性は、えー、社会構造の中に入っていない状態。例えばだけれども、会社を辞めた状態で友人関係を維持するのがすごく苦手なんですよ。 仕事辞めましたってなってから友達と将棋さしたりとか飲み行ったりとか継続することっていうのがすごく苦手。だけど女性は別に仕事辞めましたとかもう普通に投資したりとかあとは貯金でやってきますってなった時でも全然友達と楽しくやっていこうと関係性を継続することっていうのができるんですよ。だから人間関係を築いていくことを維持するのが得意なのは女性なんですよね。なので一人で晩年楽しく生きていくことっていうのも割とできちゃうんですよ。 なので、全然恐れないでいいことなんですよ。むしろ女性の方が一人という状態っていうのだから、平均寿命も女性の方が10年長いでしょだから男性の方がやっぱ早く死ぬべくして死んでるんですよ。男性の方が絶対早く死んじゃった方がいいの。だから、あの、女性の方が一人で強く生きていけるっていうアドバンテージも全然あるんだから、どっちかっていうと、結婚してくれってなるのは絶対男性の方なの。 だって死ぬんだもん早く一人だとだから、えー、こういう風なことを考えておいた上でも皆さんやっぱしっかりどっしり自分に自信を持って生きていけるんだっていうところをまず核に持っておいてそこから余裕のスタンスでどういう人と一緒にいたいかなって選んでいくのがいいんじゃないかなっていうふうに僕個人的には思います。はいという話でございました。いかがでしたでしょうか。えー、まあ恋愛の本当基本中の基本みたいな話になっちゃったんでまあ生き量的な目線でとは言ってるんですけれどもねあくまでそれを脳科、えー、学 の人とかで話を照らし合わせてああこういうことなんだみたいなことをいろいろ考えていった結果現状こんなな感じかなっていいう,うに思いますまあねあの恋愛ができる時点で友達ゼロっていう人はほぼいないと思うんですよ。うん、人間関係を構築するっていうことだと思うのでね。でまあこれからの時代っていうのは最初に言った通り、えー、疑似恋愛だったりとか疑似性交渉みたいなものっていうので恋愛離れが加速していくだろうなっていうふうに思うんですけれどもなんかさこれ超個人的な意見だけどやっぱりさ 地方とか行った時にスナックとか行った時のママさんとかさ、えー、いろんな恋愛経ってきたんだろうなって人と話すとさ言葉の重みが違うよね <laughs> これ超個人的な意見なんですけれども何も経経験験してててなないいい人人よりりりやっぱり色々な経験重ねているるの方が一言ででついてきたりするんですよ。あこれっていうのはやっぱり頭で考えてるだけじゃ絶対できないことだろうなっていうふうに思うので経験則からくる人間の重みっていうのは僕はあるんじゃないかなと思うのでせっかく生きてるんだったらいろいろ経験するのはいいことだ と思うし脳、えー、とかドーパミンとかに騙されてでもいろんな失敗とか経験とかっていうのを繰り返すのいいんじゃないかなっていう風に思いますはい最後までご視聴いただきありがとうございました、えー、まあ、まず皆さんがですねあの失敗を恐れずとにかく楽しく、えー、もう人生短いですし、えー、ましてや自由恋愛ができる時期なんていうのはもうあっという間に終わっちゃうわけですから楽しくアクティブにいろいろ生活しながら素敵な生きるライフを過ごすることを祈っておりますまたお会いしましょうバイバイ 日本のヤバい秘密を持っている人々が11月2日有明アリーナに集結します直木マンションとシークエンスはやが開催するザ・シークレットショー前代未聞の都市伝説イベント来る2025年生き残りたい人は集まってください新世界の扉でお待ちしております